これさ、同じ色が2個あると思うじゃん。でもこれケーキとアイスとロックとポップで全然違うんだよね。で、よく見ると、俺の知らない戦いが行われてたんですよ。キノコの山とかタケノコの里ってのはあったんだけど、レトロとモダンとか、あと、サルサとワカモレ。ワカモレってまず何かわかんないし。こんなフェスは私やってないんですよ。これね、ちょっと調べたんですけど、調べるまでもなかったわ。調べるまでもなかったんだけど、これ海外のフェスのインクの色も入ってます。日本でやったフェスだけじゃなくて、海外でやった時のフェスの色も入ってる。これ最初、なんかバグかなんか表記ミスなのかなと思ったけど、よく見たら、違かった。一応全部見てみよっか。ケーキとアイス。これは海外。マユケチャは日本。飛行と透明。何これ？あ、なるなら飛行になりたい。飛行、飛べるか、透明になりたいかか。俺透明になりたい。マックのフライドポテトチキンだけど、これやったな。マック圧勝だった気がする。投票率で。トイレットペーパー表より何これ？どういうこと？どっちでもいいや、こんなん。過去最高にどうでもいいわ。吸血鬼と狼人間。え、なんかかっこいい！お、吸血鬼になりたい！かっこいい！これかっこいい！朝食あったかい派か冷たい派。え、こんなんやった？これも海外でしょ。セーターとX。ピクルス2期入り。これ絶対海外。ピクルスはもうアメリカ大好きピクルスなんで。ハンバーガーの中絶対入ってるので。お金と愛。あんま覚えてないや。花よりだが、あ、これやった。え、じゃあお金と愛もしかしたら、海外。野球サッカー、あ、やった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 。僕野球にしました。忍者レッド、忍者ブルー。これは海外でしょ、絶対に。でも忍者好きなんだね。やっぱ海外だから忍者とか入れたいんだね。おい、あ、増えた。忍者オレンジと忍者パープル来た。まさか。あ、そういうことか。これ、ハローキティと、マイメロディーだがこのコラボしてた時に、海外も忍者レッドと忍者ブルーとかのコラボしてたんだよ、多分。そういうことだよ。サンリオとコラボしてる時だよ。フォーク、スプーン、これも海外臭いね。つぶあんこシャンも日本だね。完全日本。あー、はい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 。日本はポッキーか、ポッキーの極薄。極細。だけど、海外はサルサとワカモレだったのか。タイムトラベルかテレポーテーション。え、かっこいい！海外のフェスかっこいい！テレポーテーションでしょ。ユニコーンか一角竜もかっこよくない？こんなのあったんだ。海外のフェスの、なんか詳細見れるの面白いね。